俺も謝っていいか？何を？真昼の気持ちに気づかないふりを。私も同じようなものですよ。私はずるいんだって。あっ、俺の方がずるい。人を真剣に好きになるって初めてなんだよ。無理だって思ってた。心から好きな人に出会うと人は変わるんだなって、もっと知りたいって思うようになった。心の底から思うようになった。触れたいって思うようになった。初めてだったんだこんなの。はい、私だって我慢してました。天音くんはかっこいいからどうしようって思ってましたし、私のことを好きになってくれるかなって。真昼が人から物好きって言われなくなるように、真昼に見劣りしない胸を張れるくらいに、真昼のことが誰よりも好きだよ。俺と付き合ってくれるか？絶対に離さない。大切にするよ、絶対に。